中央大学は大きく強くダイナミックというのをテーマに掲げています。特にフィジカルの強化を重要視していて、選手たちが伸び伸びかつ躍動感ある、迫力あるローリングをできるよう心がけています。一言で表すと勢いで、その今勢いに乗っているとかではなくて、どんな状況であってもその力強く前に進む勢いを失わないチームであると思っています。僕が入部希望者に求めるものは、元気と向上心です。その2つがあれば、たとえ上手くなくても、絶対に練習を続けて上手くなれると思うので、でまたそういう1年生たちが練習に励めるような環境を僕たち先輩がしっかり作っていくので、安心して入部していただきたいと思っています。中大ボート部の強みは、全員がフラットに意見を言える環境であるということだと思います。寮内、普段の生活にしても、船の上であるにしても、下級生上級生関係なく、自分の言いたいことをしっかり言って、それに対してみんなで、一緒になって考えることができる環境だと思います。僕は一般で中央大学に入学して競技を続けるか初めはすごく悩んだんですけど、やっぱり初めてエイトのレースに出たときに、やっぱりこれがボートの醍醐味だなとすごい感じて、続けてよかったなと今は心から思っています。大学社会人のレースは高校よりももっともっと上のレベルでやれるので、やっぱり高校でやめてしまうのはすごいもったいないと思いました。学生主体でいろいろ考えられるところだと思います。コーチ監督が結構その学生に考えさせることを重点に置いているので、私たちが何でもこうより良いボートができる環境にこうしたいっていうふうに提案したときに、快くじゃあやってみようっていう、学生で動けてるところがすごい一大のいいところかなと。みんなで協力するとか、みんなで作り上げていくっていうことが今までになかったことだなって。私はすごい世界を目指したいっていう気持ちが大きくて、やっぱりそうなるとどうしても日本のトップを目指しているようではとても、その目標には追いつけないと思うので、コーチをはじめこの中央大学ボート部は結構世界のローイングとか、この選手とかの、その情報とかをいっぱいたくさん得ているなと思って、でそれを生かしたトレーニングができるのがすごいいいと思いました。私が在籍したときは、その当時のコーチが紳士たれという言葉を口にしていて、僕はそれを今でも座右の銘として使っているんですけど、そのボート界をリードしていくというのはもちろんですし、その姿勢で見せていくことができるのかなと思ってます。とても勢いもありますし、技術が非常に高いチームだなと思ってます。でフィジカルのトレーニングもかなり専門家を入れて強化していると聞いているので、まさにライバルチームだと思います。